られる前に来てくだされば。ビッネコール休ませてくれ高田、やめてくれ。姉さん高何もされなかった怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。こっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカやったな。つけられたか。いえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ裏から少しでも離れよう。夜明けから猛虎を見てない。撒いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。
酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように？命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか？飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。내게 멋있어. 侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。Thank you.
険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。猛虎だ。なぜここが分かった。地図、冠のものと似ているな。忠頼の伊織。誰の墓だろうか。時は経ち流れ静まる。ただよりは安き心もて弓引かばあまたを射抜く。紫の冠と同じ子を抱いて間もない。長尾家の家紋だ。ただよりの一族。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い、盗人風情め。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。我が名は楓。忠頼様の末裔です。侍は全て殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公は浅間浦を永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラを見守る。村の裏にある山か。さあ、こちらへ。
宇治常公の伝承でございます。知恵のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理宇治常公を召されり、宇治常神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、宇治常放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を宇治常公に吐きかける。ほどなく宇治常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。宇治常公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。宇治常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる、覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を討ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、宇治常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。妙だ、あの岩、隙間が。これが宇治常の墓。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これ以上呪いの弓を探すな、死ぬことになる。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。
青い花が咲く山か。弓はここに違いない。するな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ、何を言いたい。罪はないと思え。弓を追うでないぞ。そこだ。氏経の長弓。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。倒すことが先決。呪いは後で。埋めたのだ。一人をな。幾日もかけて己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。
どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。なかなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。武士の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。追い打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。今度が捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ。そんなに多くない。ほとんどが。何か。
どうしよう。どうしよう。どうしよう。お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は蒙古を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよ。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。クロだ。誰が殺した。恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ。見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の打ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことはあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず阿弥陀したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲さいて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った。女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。
れが試合場に違いない。遅かった。古賀は何をしておった？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けろ。それは違う。技のみでは俺には勝てぬ。かような才もがあろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えを。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。
雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならばどこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。立てたのだ。新しい季節を迎えるたびにもう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。姫、館へ急げ。あつちゃん。八郎、貞男の弟だな。なぜ姫を殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。貞男はどこだ？悪いが兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届け。降ろしましょう。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというのに。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるのな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。豊玉で落ち合おう。一族の仇をすべて見つけるまで休んではいられぬ。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で雅子殿。
猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。坂井陣か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。はっせ、めきちょるほゆるほうがすんな。コモダの裏に話してやる。一人も残すな。が、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お前ら聞け。これは俺の友酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。コモダで死ぬ。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまねえ、大はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。
ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所で落ち合おう。承知した。